どうも、ねずっちです。大阪でですね、44歳の女性を車で跳ねた男がですね、一旦車から降りて、女性に対してごめんと謝った後、車に乗ってそのまま逃げ去ってしまったという、ニュースがありました。非常に無責任ですよね。一旦車に降りたのになんで謝ってそのまま逃げちゃうんだろうって思いますけどね。女性はですね、足首骨折してしまって、重傷だそうです。本当に気の毒だなと思いますね。僕の予想ですけどね、この運転してた男っていうのはきっとカツラだね。うん、きっとそうだよ。どっちもね、頭皮が目立ってずらかったってね。ねずっちです。では、また。